チュース。ピースオブケークの翔太です。サッサンです。今日も最後までよろしくお願いします。お願いします。えなりサッサンどこ行ったん？ウーバーイーツの。うん、サッサンイーツしてんの？朝霞山部屋行ってんの？はいはい、はい、今日はゲームの日。はい、ゲーム投稿の日ですね。ゲーム投稿の日です、はい、以前、はい、だいぶ前に、はい、ブロックスやったじゃないですか。うん、あの間違ったルールの後正しいルールでなんか2回やってんだよね。正しい方、うん、で、4人用のやつやったじゃないですか。はいはいはい。あれコテンパにされたじゃないですか。いや、そのコテンパにしたなんて記憶はないですけど。痛いんだが、それにゃとっさに出たのが変なことそれにゃってなんだろう何それ、わかんない。びっくりしちゃった、おいら今あまりにびっくりしてにゃってちゃった。びっくりした。にゃは置いといて、にゃは置いといて、はい、今日はこちらを見つけてきました。ドン、ブロックスディオ二人対戦の。そう、これで本当の決着をつけようじゃないかと。今日はね、分かったことがある。何ですか？びっくりすると、おいらが語尾にニャがつくことが判明したびっくりしちゃった、さっき。なるほど、いいぞ、取れ高大です。ということで、はい、今日は翔太がブロックスデュオでさっさんにリベンジ、イエイ。いや、もう勝たせてもらいます、今日は。勝ってくださいでしょ。ということで、はい、早速本編をご覧ください。はい、レディーゴー。はい、早速戦場は準備されました。戦場ルールは前回のブロックスの、あのルールがあるんで、はい、まあ、この動画の多分この辺、多分この辺にね、うん、どっちかになんか出てる、あの貼ってあるんで、はい、そこでルールの方をご確認ください、うん、はい。じゃあ黒と白があるんで、スタッフさんは闇なので黒あげます。闇が世の中を支配する。何言ってんすか、白が浄化するんですよ。じゃあそれでは早速やっていきますか。はいはい、それでは早速対決していきましょう。はい、ここでルール1個追加です、はい、リオの場合はここに多分見えないと思うんですけど、ここに丸のマークみたいなのがあるんですよ、うん、ここのとこに好きなピース置いていいってこと。丸のやつが被れば、うん、あ、どっから始めてもいいんだ、ね、うん、はい、角からじゃなくていいです今回は、はい、じゃあそれでは早速最初グーじゃんけんぽい。じゃあ後攻。おお、そういう感じ。うん、じゃあ行きましょう。レディーゴー。はい、まあ男の一発勝負なんで。いけねえな。あのさ、これ傾斜になってるから、それやるとここだって。そこだとアウトだ。ここか。邪魔だな。はい、しろや。どうしようかな。どうしようかな。はい、しろや。面ついてますよ。あ、そこせ、今日はね、トリッキーな攻め方してきますよ。じゃあ、そう来られたかね、君は。いてえな。そこはあっても、ああ、よかった。なんじゃねこれ置けないな、これパスですか。はい、もういいかな。123456789111112131415262526203030作詞作に溺れる。ピ
piece of cake. 二人用になって真ん中スタートだと格段に難しくなるね。むずいっすね。うん、端からだと戦略がこう広げていけるけど、いきなり真ん中だと四方八方動ける分、相手がどう攻めてくるかによってそれを読まなきゃダメだね。まあルールは変わらないですけど、うん、最初の位置だけ戦略方法がだいぶ違う。向こうの方がちょっと頭考えます。でもこっちの方が難しかったんだよ。本当ですか。うん、まあまたね、こういうの見つけてやればいい。僕の勝ちなんで痛いな。いや、どうしたどうした、何もしてないんだよ、何もしてない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 よ。もう分かったって。もう言ったよ、ほんとまだもう分かった、やろうとしてるんですよ今。何がやるんなら早くやってもらっていい。何がもう痛いから早くして、早く終わらせよ。もう早く終わらせよ。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございます。それでは次回の動画もぜひご覧ください。それではせーの、チャオー。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではせーの、チャオー。